作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは1994年に T&E ソフトが 3DO 向けに発売したマイクロコズムです。で側面ですね、CD ケースなんでこういう感じで裏面がこういう作りになってます。で、表面から見ていくと T&E ソフトのロゴと 3DO のロゴで、 3DO 専用ソフトの表記があって、でマイクロコズムのタイトルロゴとその下にカタカナ表記で、このマイクロコズムの上にね、シグノシスっていう表記があって、ここ開発ですよね。T&E ソフトが発売してるけど、もともとはシグノシスが開発している、海外のタイトルの移植と考えてください。で、イラスト的にはこれが磁気でしょうね。磁気が敵のでっかい武器じゃねえや、でっかいなんか乗り物に攻めてる状態なんだけど、なんかね、こう周りにこのシワシワって赤いね、シワシワってのが、これなんだって、これどこにいるんだろうっていうのがすごい気になるような表面のデザインになってます。で、裏面見るとね、画面写真が3点あって説明文があるんだけど、ここにサイバーテック VS アクシオンって何のこっちゃよくわからない表記があるんで、ちょっとね、このテキストがね、すごいね、写真とね、色的に読みにくいんだけど、読んでみますね。2051年ベータ星系ボーダー星、人類が移民を開始してから20年、プラント惑星として開発が始まり、大部分の地域を一握りの巨大企業が支配していた。その中でサイバーテック社とアクシオン社の企業抗争は激化していた。突然アクシオンの社長が謎の死を遂げた。ライバルであるサイバーテックによる暗殺ではないかとの噂も立った。しかしこれで全て終わったわけではなかった。サイバーテック VS アクシオンで、ここで後半に行くわけですね。で、アクシオンの反撃が始まった。サイバーテックのコーズビー社長の体内にマイクロマシンが注入された。ミクロマシンかな、いいや。で、生命を抽出する方法はミクロ化された潜水艦で、患者の体内に存在するマインドコントロール装置グレイ M を撃破するのみ。無事に生還し助けることができるだろうか。今、まさにミクロの戦いが始まろうとしているってことで、このデザインが何かっていうことが分かったわけですよ。要するにこれがなんか縮小化した潜水艦で、これが体内で、で、これは普通の敵かもしれないし、もしかしたらマインドコントロール装置グレイ M なのかもしれないなっていうね感じで、宇宙と見せかけといて体内っていうね、このギャップが素晴らしいですね。マイクロっていうかミクロってついてるから、そこら辺のイメージもあるんでしょうけどね。以上、作館でした。